ケイラー作曲15の優しい練習曲オーパス33の一巻ナンバー13を解説していきます。で、最初に書かれているこちら、バルカローレのようにという意味なんですけども、バルカローレっていうのは船歌という意味ですね。船歌のように、最初アンダンティーノってここに本当書かれてるんですけど、ちょっと消えてるのですみません。遅くなりすぎないように注意しましょう。最初はこのレ、高いレの音のここの響きまず注意しましょう。で、あと途中でこういうね、タンギングダッカートの部分が出てくるので、あんまり弾みすぎるのは良くないんですけど、まあ、軽くタンギングしていきましょう。で、次の段、ここのアクセント一つ一つの音についてるので、一つ一つの響きを大切に演奏しましょう。で、その後のここのドーシーラソファー、これは綺麗に収めましょう。で、少しメゾフォルテでアンポコピュアジタートって書いてあるので、少し今までよりも、興奮してみたいな感じの意味なんですけども、この 1,2,3,4 小節間でちょっとアジタートな感じで演奏して、すぐにここでピアノになっているので、この部分はスビートでピアノにして、どんどんまたディミニュエンドしていきます。そしてラレンタンドもついているので遅くしながら、アクセントもついているんですけども、大きくならないように気をつけてください。で、ここのフェルマータも長めに演奏するといいと思います。で、次また同じテーマが出てきて、ここのレの音、響きを大切にしてください。で、またここのね、タンギングが出てくるんですけど、スタッカート出てくるけど、軽めにタンギングしましょう。で、ここ一つ一つまた響きが大事になってきます。で、ここしっかり収めましょう、ディミニュエンドで。で、その次から5段目からピューモッソになっているので、今までよりも早く演奏します。ここはコングラッツィアなので優雅に。で、ここからはレガートからのアクセントで、またレガートでアクセントの交互に出てくるんですけども、跳躍がたくさん出てるので、レガートの中の跳躍、こちらは口の中を広めで演奏しましょう。で、ここを少しリッとして、またここからアテンポで、他はずっと一緒ですね。レガートアクセント、レガートアクセント、レガートアクセントの繰り返しです。で、最後の段、ここで私はブレスを取って、で、ストリンジェンドがあるのでどんどん速くしていって、で、最後ピアノなので、ピアノで静かに終わっていきましょう。ケーラー作曲15の優しい練習曲オーパス33の1巻をナンバー13を解説しました。ありがとうございます。最後までご視聴いただきありがとうございます。私は東京の自宅にて小竹向原音楽教室を開講しております。年齢性別問わず、初心者からアマチュアフルート奏者の方、音楽高校音楽大学を目指す学生、吹奏楽部でフルートを吹いている学生など、もっとフルートが上手になりたいと思っている方はぜひご連絡ください。動画の概要欄から詳細が見れます。また、Twitter、Instagram、LINE アットもありますので、気軽にご連絡ください。そして、YouTube のチャンネル登録、高評価もよろしくお願いいたします。